今回は、奥琵琶湖キャンプ場にツーリングで行ってきます。で、ジュリさんとタンデムでバイクで行くので詰める限界があるので、キャンプ道具今回パッキングのちょっと動画を別撮りでさせていただいてます。じゃあ興味ある方ぜひ見てください。イエーイ。タナックスのバッグです。タナックスと、ね、ラフロードのサイドのキャリアを2つ、サイドのキャリアを2つで、こちらまずサイドの方から見ていただきます。サイドはこっちは自分の持ち物を入れてます。 iPad とかカメラ、これジュリさんのカメラで、GoPro で、まあ財布で、あとは、カメラ用品で、これはもう絶対必需品のモバイルバッテリーで、今の使ってるソニー α6500 のバッテリーで、ソニー α6500 の 30mmF1.4 のレンズと今使ってる 16mmF1.4 のレンズを持ってきます。で、今回は荷物に限界があるのでキャノンのカメラは持っていきません。で、あとは、ND フィルターを2つ持っていきます。で、まあ、大体あとジュリさんの化粧品とかあとここに入っていきます。で、これで1つのキャリアが埋まります。こっちのキャリアは、ね、料理器具を入れております。外のガスバーナー、ランタンですね、ランタンセット、ランタン入っております。で、モバイルバッテリー化できるランタンしか持っていきません。今回はこれが、ランタンが4つ入ってます。で、あとは焚き火台、やっぱりバイクで行くからって言ってちょっと焚き火台がないのは寂しいので、キャンクマさんが作ってくれたキャンクマグリルで行きます。で、トングで、モーラのナイフで、予備用の何かあった時のロープ、で、これは、鍋とか外のシングルバーナーとか調味料が全部まとめて、調理器具がこの中に入ってます。で、これでこのキャリアは全部です。で、最後こちらタナックスのバッグ、これはジュリさんの後ろに積まれます。これが一番重たいんですけど、まずはこちら、バイクは寒くなるので防寒具と、もう絶対必要なカッパです。カッパとか、軽量ダウンとかが入ってます。これね、ネイチャーハイクのやつなんですけど、まあ前ネイチャーハイクのテント買ってからこれ買ってみたんですけど、小さい30リットルのバッグで、なんか小物とかそういう服系を一気にまとめて入れれるので、ちょっとこれおすすめです。これ防水らしいんですよ。で、これで1500円、めっちゃペラペラなんですけど、まあ、まとめれるのでいいですね。そして三脚で、三脚は今使ってる三脚も2つ入ります。三脚、これジュリさんので、ピアットの鍋です。フライパンですね、フライパンで、ヘリノックスの椅子2つで、ウレタンマット2つ、これはまな板で、簡易テーブルで、ゴミ袋とで、これがかさばってるんですけど、ナンガの、900DX、 ナンガの 900DX のシュラフは2つで、今回新しいテントです。で、これで全部ですね。まあ大体これでキャリア3つつけて、まあ結構いっぱい入ってるので運転は大変になりますけど、これぐらいあれば、まあちょっと不便なこう
キャンプも楽しめるかなと思います。このフルフェイスにこう横につけて通信機器なんですけど、ツーリングでもジュリさんと喋れるようにこの通信機器をつけます。そんなとこですかね。大丈夫なんかわかんないですけど楽しんできます。以上です。ありがとうございます。Just go ahead, go and catch me, baby. やばいやばい。よっしゃー、レッツゴー。じゃあスピード出しますよ。びっくりした。おー、びっくりした。これ。猫が回転してると思ったで今ちょっと焦ってブレーキ踏みそうだったやん。え、何やと思った？カッパなんで、いやカッパではないやろ絶対。あ、見えるじゃん、あれが琵琶湖です。見えますか？腰がいで、あ、綺麗、菜の花見てみて、あれ。おお、危ない。これほんまちょっと傾けたらすごい重たさくるわ。でもめっちゃ気持ちいいわ。めちゃ臭いやん。おお、危ない危ない。滋賀の白髭神社に着きました。疲れた。今日は単車でキャンプに来ております。かっこいいでしょう。結構全体でジュリーさん合わせて80キロぐらいですかね。めっちゃ重たい。今から白ひげの、鳥居をちょっと見ていきたいと思います。疲れました。ジュリさんはお腹空いたら不機嫌で。だって朝から何にも食べてない。食べてないし飲んでないし。どうですか？綺麗でしょう。いい感じ。じゃあちょっと写真でも撮ります。ソニーですが。怖い怖い。滑るよ滑るよ。おお、よし、オッケー。おお、びっくりした。天文かと思った。焦った。あかんわ、あんな紛らわしく立ったあかんわ。これ警察車両？あ、ネズミ捕りやってるやん。危ねえ。怖い。やっぱそうやったんや、先立ってた。じゃあさっきのスピードのやつな。うんうん、なんかぽい機械があったんやか。セーフ。怖。いや、こんなとこでしたらあかんやろ。あと300メーターでお蕎麦屋さんです。あー、腹減った。これで開いてなかったらびっくりするな。あ、これ、めっちゃ開いてなさそうや。いや、そう思わせてるだけ。あー、やってない。いや、マジ最悪。営業中ってグーグル言ってたやん。すごい、ここめっちゃ錆びれてるやん。廃墟やん、廃墟。あ、でもこっちなんか豪華やん。豪華な廃墟やん。うまいやな。え、これ多分売れる前に潰れてんねん、多分。絶対ないな。うん、すげえ。だって綺麗もんな、使った跡がないもん。
なあ。津波はないんかな、琵琶湖に。これがバイクのいいとこやな。スーパーがなかったので食材をセブンイレブンで調達いたしました。すごい、自転車ずっと登り続けてるんこれ。絶対嫌だ。おう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 。この景色を感じるんだよ。おお、一緒に一緒に飛んでる、一緒に飛んでる。あ、俺飛んでなかった。これこれ、おお、すげえすげえ。おお、この花といい感じ。あ、コスモス。すごい。あ、コスモスは知らんかった。とうとう到着いたしました、奥琵琶湖キャンプ場でございます。手ぶらでキャンプしませんか。おお、いい感じやん。めっちゃガタガタやん。あ、でもめっちゃいい場所。あ、自販機あった、よかった。うん、どこ受け付けないんやろ。